はい、どうも皆さん、こんにちは。タキです。今日はね、僕のチャンネルでは初の検証動画となっております。まあ、どんな検証をやっていくかというとですね、ズバリ、誕生日ではない人に盛大に祝ったらさすがに合わせてくれる説。これをね、やっていきたいと思います。まあ、今回ね、一人で祝ってもどうかなと思ったんで、リスナーさんに協力してもらってね、リスナーさん参加型ということで、ターゲットはワルメさんです。それでは、どうぞ。じゃあ、ワルメさん行くべ。おお。今日最近さ、マジでストックなくてさ、うん、ガチで困ってる。もうとりあえずもうなんか野良行って無双しときゃいいやみたいな考えだけど今は。いやー、まあまあ、でもタキちゃんプレイうまいからね。まあプレイで見せる側の方やん。けどね、うん、やっぱり俺が、うんうん、タキちゃんの動画に出ることによって割りますよ、うん。なるほどね。うん。やっぱ俺とタキちゃんってまあニコイチやん。そうなんや。うん。え？え？俺はニコイチと思ってるんやけども。なるほどね。うんうんうん。じゃあニコイチにしとくか。じゃあ。うん。俺憧れてるしさ、うん、もう初期の時から憧れてるから。憧れてるんや俺は。うん。もうタキちゃんのファンですとか言ってる子とかはマジで俺はそいつらがファンとは認めてない。ああ、なるほどね。うん。そんぐらい俺はファン。めっちゃ敵対心持つやん。いや、マジファンよ。まあ、とりあえずやってこう。いやー。え？なんか、俺の話流されたな。大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫。寂しいわ、なんか。でも集中しよう、ガチで。いや、集中してますよ、ずっと。おたけちゃんとやるか、もう手汗がびちょびちょな、俺は。もうびちょびちょやし、ねちょねちょやし、もうぐちょぐちょやし、もうどないなったんか分からへんもん、自分で。よし、頑張るぞ。そうやな。来てる、これ。いや、来てるよ、もう。いや、めっちゃやばいやん。3人目のやばいわ。ごついごつい。いいやろ。来すぎ来すぎ。マジで。あー、もうすごい。ごっついな、この人ら。なんか、あっちこっちばらまかれたよ、敵が。ハンターが放出されたって感じ。何言ってんの？え、知らん？知らん？いや、知ってるよ、知ってるよ。知ってるよ。知ってるな、知ってるな、びっくりした。いや、なんかゲーム間違えてんだって。ここら辺いっぱいおる。もうすごい。すごいことになってる。あ、足跡。おるおる。これ1回これ。いや、2回。いやー、2回か。俺の横詰めてきよう。詰めてきよう。俺のとこ詰めてきた。タケちゃん。俺のとこ詰めてきた。どこあ、もう来る、もう来る、ベランダ来る。いやー、ちょっと待って。いやいや、もう空気読んでよ。もう空気読んでよ、お前。なんで空気読めんの？もうちょっと。もう、荒野行動もっとせえよ、お前。もっとせえ。やめるなとは言えんけど、もっとせえ。うまっ。バカバカ。おでさ、ちょっと俺さ、うん、久しぶりにちょっといろんな重さとこれからまた竹式タイマー始めようと思ってるから、ちょっと練習したいんよね、俺。えら？うん、ちょっと転わったらちょっと付き合ってくれん？いや、全然いいよ、当たり前ですよ。一戦だけでもいいから。いやいや、もっとしよう。いや、結構なんかめんどくさがる人とかもいるんよ。うん、いや、もっとしよう。あ、そんなしてくれるの？そんなしてくれるの？そんなしてくれるの？まあまあいいですけど、別に、うん、俺365日24時間俺竹ちゃんのために動くから。あざっす。 I love youI love you! え、でも本当さ、ワルメさんってマジで初期の頃からだよね。ほうよ。当たり前よ。押してくれてるというか。いや、ほうよ。ほんとずっとだよね。一番最初にタキちゃんのこと好きになって、うん。いや、まあ、タキちゃんと怖いことできると、通常マッチできたとき、マジで感動したもんな。まあ、そんなに？うん。喋ってくれんかったや、最初。え、そうやっけ？うん、聞き戦やって、うん。陰キャやん、俺。お、陰キャよ。全く喋らんかったんよ。陰キャや、俺。いや、陰キャよ、だいぶ。陰キャの中の陰キャよ。めっちゃ恥ずかしいやつやん、それ、マジで。ね、なんかさ、俺が一人で喋ってるのにさ、タキちゃんはさ、荒野のコメントでチャットで必死に打ってきてさ。ガチクソ。そうよ。で、一緒に通常マッチ行ってるのに、自分やられたら、ホーム抜けするしさ。
ちょ、やめてやめて、マジで。お前、ガチモンのクズやから、それ。それ多分、きっと諸事情によって落ちてたよな、諸事情きっと。ああ、なるほどね。うん、俺が勝手に落ちるわけないやん。バカ！考えて。バカ、助けて。え、何？大丈夫、アレムさん、それ。やばいかもしれんけど、頑張ってる、今。逃げてるから、俺は。バレ、バカ、バカ。え？誰？助けて。どこどこ？あ、まあ！だから、荒野行動は、面白いんだよな。それな、だからおもろいんよ、このゲーム。だからおもろいんだよ、このゲームは。やばい。オッケーオッケー。ナイス？こいつ、アレムさんのこと、お、待って、え？あ、いや、誰ですか？誰もう、だからこのゲームやめれねえんだよ、まして。マジでやめれねえ。即死することがほんまに快感。快楽、快楽、もう気持ちいい。もう、すごいわ。向いてんな、このゲーム。うん、うん、もう、気持ちよすぎて。アウト、アウト、アウト、それアウト。アウト、アウト。アウト、アウト、アウト。アウト。いや、ええな、ええな。エロいな。だいぶエロい。その角度はエロい。うわあはざまぁ。めっちゃ来てないけど、マジ。え、誰え、どっからスナイパーできたんや、しかも。待って、やばい。お風呂。おぉ、うまい。うますぎる、この男。やっぱり、この人や。この人しかおらん。今流行りのタキちゃんしか勝たんってやつですか、うん、いやほんまほうよ。何これ。みんなのさ、何々しか勝たんとかさ、俺からしたらもう上辺よ。あ、そうなんや。待って、うん、バカクソ頑張った、いや、頑張ってねえよ、これ実は。これまで実は頑張ってなくて。全然頑張ってないよ。わざとやん。わざと。演出。まず、滝ちゃんがそんななんか、ミスることはまずない。はい。あるやな。マジであるやな。前は、とりあえずじゃあちょっとルーム作るね。オッケーオッケー。滝式タイマンの時にさ、うん。ボコボコにされたやん。あ、そういえばやったよね。うん。俺、あれからショットガン、またまた極めました。マジ？練習した？もう多分ごめんやけど、うん。タキちゃん、ショットガン、まあ、会話1って言われとるけどさ。だけど、俺は、タキちゃんを超えることが、今回、できませんでした。できないかい。いや、無理。勝てん。勝てるわけない。まあ、練習だから練習。うん。防具とかは全然バチバチでいいってことかな。あり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 。いやー、これもしかして買ってしまうかもしれんな、俺。いや、それはないか。何を言ってんの？いやいや、ごめん。こちらの話やから、金銭取って。ういっす。これ、ガソリン切るなし？いや、当たり前やん。ああ、当たり前か。いや、ガソリン落ちてるから、いいんかなと思って。よし。うん、焦り終わったら教えて。オッケー。うわ、えぐっ！ここだけの話。うん。3ベース来ちゃった。マジ？うん、えぐい。これも、いや、これは、やばいやん。俺はもういいよ。いや、いいやろな、ほら。ほら、いいやろ。普通に。3ベース来とったら。ちょ、ガチでやばい。ん？何？ちょ、やばい、マジやばい。ちょ、どこにいる？俺、今、この字よ。やばい、何これ、コラボ、これ。何が？ちょ、来て。どこ？ちょ、どこにある？とりあえず、そっち行くわ。ちょ、来て。うん、どこいる？あ、来て。ちょ、来て。ガチやばい。なに？ちょ、マジで。ちょ、マジで。何？え？何これ、マジで。ちょ、ガチやばい。おーい、だっか。ガチやばい。ちょ、来て。屋上。ガチでやばい。いいから。
ちょ、こっち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 。え？せーの！ハッピーバースデー我めハッピーバースデー我めハッピーバースデーディア我めハッピーバースデートゥーユーおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。え、おめでとうございます。おめでとうございます。誰？ありがとうございます。ええちょ、マジで。いや、俺結構さ、我めさんにお世話になってるやん。で、今日俺ちゃんと調べてさ、無限さんにも聞いて、誕生日。え？おめでとう。俺の？何歳になった？これで。うん。32。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。え？おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。え？え？どうした？誕生日？じゃない。え、待って、え、俺の誕生日？嘘でしょ。ありがとう。うん。え、マジ？え？いや、嬉しい。え、もうそれ、それはそれは。待って。え、タキちゃんと俺2年ぐらい付き合いあるよね。そうやね、大体まあ2年ぐらいかな。え、俺の誕生日調べてくれたの？わざわざ。うん。え、ほんで、これをしてくれたと。そう。誰なのこの子たちは。俺のリスナー。我めさんのためにわざわざ呼んで。うん、この子たちも、俺の誕生日知ってるの？そう、俺が教えた。あ、今日。今日だよね。8月3日。8月3日。今日8月3日やな。うん。いや、あんた10月11日やないかい。知っとんかいお前。お前、俺、知っとんかいお前。俺、どうしたらいいんだろうと思ってさ。いや、お前、ほんまやめろよ、お前。俺、もうやめて、マジで。俺、なんか、うわ、やばい、どうしよう。誤情報流れてるとか思ってさ。いや、もうないわ、自分。ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しかったべ。いや、嬉しいけど、なんか俺、今日誕生日じゃないから、複雑な気持ちよ、マジで。だけど、もうありがとうしか言えんやん。Lights out, lying in your arms, and these feelings start to change.